ケントさんみたいなかっこよどりのできる人になりたいです。将来楽しみですよね。ここがリキがいつも練習してたスタジオです。一人で黙々と練習してました。韓国に行く前日もここで練習して、動画をこうママ撮ってって言われて、私がこうカメラしながらこう指導しながら、そこ違うよ、もっとこうしなさい、ああしなさいって言いながら、2人でマンツーマンをした場所です。だからもう血と汗が本当にこの染みついたスタジオで。楽しむことです。もう間違えてもいいし、テンポが遅れてもいいし、もう下手でもいいし、ぐちゃぐちゃでもいいから、とにかく楽しく踊ってっていうことを一番大事にしてます。ダンスの根本ってリードの生徒たちにも教えてますけど、いくらこう上手になったりとか、こういろんな経験を積んだとしても、基本の気持ちっていうところを忘れないように、とリキも今でもやっぱりそこはすごく大切にしてると思います。